クレイジーブランコ。英語ではディジーベイビーというブランコの応用トリックです。ブランコとピンホイールが合体したトリックで、素早く正確にコントロールするのがとても重要です。作り方によっては回した後に絡まってしまうので、まずはこの基本トリックその2で紹介したブランコの作り方を参考にしてください。スリーパーをしてパーにした手をストリングの真ん中に当てます。ストリングがついている方の手を前に倒して、ヨーヨーのちょっと上のストリングをつまみます。パーの手を前に倒すと大きな三角形ができるので、その間でヨーヨーをそっと揺らします。ヨーヨーを3往復以上揺らしたら、今度は前へ回転させます。3周以上回したら、ゆっくりほどいてキャッチしましょう。回転方向を間違えやすいので注意です。前方向に回すように意識してください。ヨーヨーを止めた状態で回してみるのも良いでしょう。ヨーヨーを回している時に、パーになっている手が動かないように注意して、ヨーヨーがストリングにぶつからないようにしましょう。